長良川うかい。長良川うかいとは、岐阜県岐阜市の長良川で、毎年5月11日から10月15日まで、行われるうかいである。中秋の明月と増水時を除く毎夜行われる。中秋の明月に行われないのは、かがり火で驚かせた鮎を捉えるうかいでは、月が明るすぎると、かがり火の効果が薄れるためと言われることもあるが、他の満月の際には催されるので、これは、 伝統的な高級と言える。焦燥院所蔵の大宝年間の古籍から1300年以上前、すでに迂回を制御とする集団が美の国にいたと推測されている。起源は、漁としての迂回だが、現在は、古典漁法を今に伝える観光及び文化、宗教行事としての迂回である。そのうち宮内庁の御漁場で行われる発会の迂回は、御漁迂回と呼ばれ、 取れた鮎は皇居へ献上されるのみならず、明治神宮や伊勢神宮へも奉納される。長良川における迂回は日本で唯一皇室御用の迂回であり、長良川の迂飼は職名を宮内庁式部職迂飼といい、長良川の迂回用具一式122点は国の重要有形民族文化財、長良川迂回漁法は岐阜県指定重要無形民族文化財である。また、 武将家に伝承する、あゆず製造技術、長良川うか観覧船造船技術、長良川うか観覧船造船技術は、岐阜市指定向け民族文化財となっている。なお、このうかが行われる、長良川中流域は1985年、名水百選に、また、岐阜市の長良橋から上流約 1km までの、水浴場が1998年環境省、認定。 日本の水浴場55戦に、2001年、日本の水浴場88戦に、全国で唯一河川の水浴場で選定されるなど、する清流である。船首にかがり火をつけたう船に、うしが乗り十から12羽のうを手縄をさばき、操り、かがり火で驚かせた愛を、うが次々に取る。うしは常日頃から、うと一緒に生活しているため、うしょと、 うは呼吸のあった動きを見せ、見事に鮎を捕らえてくる。うの捕った鮎は、ウショウの、より吐きかごに吐かせられる。ふさがらみによる巻狩り漁法は、幻想的である。漁に出る前、その日の出漁の順番を、友のりのくじ引きにより決める。順番により、漁獲量が変わるため、ウショウにとっては重要である。うぶね引くウショウがウかに用いる船をうぶねという。 全長約13メートル、うぶねには、うしょうのほか、うぶねを操る責任者、とものりと、うしょうと、とものりの助手である、なかのりが乗っており、この三人が一組となって、あゆを取りながらながら川を下っていく。岐阜市営のうかい観覧船造船所にて造船された、うぶねが使用されている。うかいに使用するウは、うみうを使っている。これは川うに比べ、うみうの方が、 体が大きく丈夫なためである。野生のウミウを捕獲してきて2から3年訓練した後、魚介で使用される。牛尾は自宅に20%前後のウを飼っていて、漁に出る数時間前に、すべてのウを捕まえ浮かごに入れ、その日のウの体調を見極め漁に連れて行く魚決める。上の餌やりは1日1回で、シーズン中は餌の量を少なくし、漁に行く前は常に空腹状態にさせている。 空腹状態でないウは愛を取らないため、漁に連れて行くウには、漁が終わってから与える。うかではうを庭で行動させるため、うか以外の場所でも常に同じ組み合わせの庭で行動させている。これによりこのう同士の中が良くなるが、他のウとの中はあまり良くない。なお、この組み合わせには、死ゆの決まりはない。昭和初期までは、伊勢湾でウミウを捕獲していたが、現在は、 茨城県日立市の宇の岬で捕獲している。うが取った鮎は、歯型の鮎と言われ、うのくちばしの跡がついている。くちばしで鮎を瞬殺するため、新鮮で美味しいと言われている。この鮎は、通常市場では、出回ることのない貴重で高価なものだが、観光旅館やホテルによっては、うしと契約し、うを賞味できるところもある。魚場はうを取り巻く環境により変わってきた。 明治四十二年当時の漁場は、美濃市州原から、大垣市、砂又までだった。戦後は、長良川中央漁業協同組合と長良川漁業協同組合の協会、長良川、今川、坪川合流天井流あたりが長良と尾瀬の協会となっている。しかし、現在は観光迂回が主となるため、実際の漁場は短くなってきている。皇室後用の迂回。 岐阜市並びに、関市のながら側における迂回は日本で唯一、宮内庁式部職謀賞によって行われている。従って身分は、国家公務員である。この謀賞は、岐阜市ながらに6人、関市小瀬に3人をおり、これらはすべて代々世襲制である。この謀賞たちにより、期間中に、宮内庁の御両上で行われる八回の迂回を、五両回という。 御両迂回で取れた鮎は皇居へ献上されるのみならず、明治神宮や伊勢神宮へも奉納される。全国的には、迂回漁をする人は、うつと呼ばれるのだが、長良川迂回では世襲制のため古くから、武将と呼ばれている。長良川迂回、岐阜市における観光迂回の武将職を拝命されているのは、以下の六名。御両迂回でのみ漁を許可している。一般に、漁のできない。 金漁区、長良橋の上流付近で行われる観光のためのうかい。かがり火を焚いたう船がゆっくりと現れ、うがあゆを捉える様子を観覧船から眺めることができる。見たらい船や花火や飲み物などを売る売店船もあり、岸に上がることなくうかいを楽しむことができる。観覧船の乗客数は1965から93年は、 年間20万人を超えており、ピークは1973年の約33万7千人だった。近年は10万人台に低迷している。一方で、外国人に人気が高まっており、岐阜市は、英語ガイドの配属、観覧船乗り場付近での無料 Wi-Fi 整備などにより、外国人遊客を進めている。乗船前には乗船場にて、武将による、迂回の説明が行われる。 通常のうかいびは1回生うかいで、6隻のうぶねが、観覧船の前を一往復する。農量うかいびは2回生うかいでふさがらみも行われる。毎年5月11日は、うかいびらきである。シーズン中のうかいの安全と繁栄を祈願する、神事であるうかい安全祈願祭が行われた後、太鼓の演奏に見送られて次々と観覧船が、乾いと漕ぎ出していく。 市民参加の各種イベントが行われ、芸ーによる踊り船の運航や花火の打ち上げなどが行われる。岐阜市の長良川うかい PR キャラクター。岐阜市が長良川うかいを全国にアピールするため募集したデザインの中から選ばれたうをデザインした。通常は、うしょうの衣装を着ているが、場合によって PR 対象の関連衣装を着る。名称は、うの。 とちゃんの用事語をもじってウタンとなっている。2012年8月1日岐阜市の特別住民登録を受け特別住民票が交付された。総合的な学習の時間の一環として、岐阜市内の小学校5年生が観覧船に乗船し、ふるさとの伝統的行事である会を学習している。船上では船頭からのクイズなども行われ、 岐阜市からは乗船料の半額が補助される。鵜飼の魅力を広めるため岐阜に、ゆかりのある著名人に委任。1999年に創設。長良川鵜飼は1300年ほど前から行われており、その歴史は日本で行われている、鵜飼の歴史と重複する。鵜飼は、権力者の贅沢の一つだったため、その時々の権力者に守られ今日に至っている。 江戸時代においては、徳川幕府及び、尾張家の保護のもとに行われていた。明治維新後は一時、有栖川の宮御用となったが、明治二十三年に、宮内省狩猟領,領族となり、宮内省、原宮内庁の直轄となった。長原川の右将は、職名、宮内庁式部職右将である。松尾馬将が、面白うて、やがてかな式うぶねかなという一句を残している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。